トコムスクエア TV です。第3部は原油について教えていただきます。はい、近藤さんよろしくお願いいたします。はい、原油は最初から、はい、米国の石油収入法、また同じように申し上げますが、まあ、毎週ちょっとずつ変わるんですが、はい、今回は原油の在庫が増えちゃったんですね。先週はものすごく減ったんで、価格があったんですけど、今回は増えましたってことですね。ということで、価格が下がりましたってことなんですけども、はい、まあ、ギッタンバッコンで毎週変わりますので、本当に一生懸命。そうなんですよ。なんとも傾向としては言えないですね。石油の生産量は増えてるんですけども、今回は10万バレル減って、1100万バレルから1090万バレルに減りました。うん、それから石油リグは上の方のグラフですが、ほとんどが5倍でございまして、はい、2本ですね。2本増加しましただけですよ、ということですね。輸入は減少してまして、はい、国内需要は、まあ、前週よりは減少しますが、後から出ますように、石油製品の出荷量は非常に好調でございますというのは、後から申し上げます。はい、州によっては若干でこぼこあるんですけど、これは州によってでこぼこあるのは、この輸出が一番大きいですね、はい。左側の上のグラフですけど、もう、上に行ったり下に行って、上に行ったり下に行ったりで、下に行った時は結局需要が少ないんで、原油のその在庫が増えちゃうということになっちゃいますね。それから、稼働率は悪くはないですね。96.1 に戻りましたんで、2.3% 上がってますから。生成はしてるんだということなんですね。そうですね。それはよくて、これは当然、投入量が増えますよね。原油の投入量は過去最高水準になってます。ということになりますね。EIA が1990年に記録を取り始めて以来最高の原油投入量になりました、はい、ということでございまして、まあ、なんていうかな、需要、アメリカの需要はいいってことですね。それを今から申し上げます。はい、これが生産量、ごめんなさい、原油投入量を先ほどの表じゃなくて、2010年からのEIA が作ったグラフでございますが、はい、でこぼこはしてますが、右肩上がりに上がってますね。うん、で、過去最高に、7月6日の時点でなってますよ、ということでございまして、うん、まあ、7月27でもっとなってますね。はい、これは7月6日の時点は、このグラフのところなんですが、その上にまた行ってますから、はい、ということで、非常に原油の投入量が良いということですね。うん、それにもかかわらず、稼働率は、あんまりそれほどでもない。1998年の稼働率には追いつかないということは、どういうことかというと、生成能力が増えたということで書いてあります。はい、はい、どこが増えてるかというと、メキシコ湾と中西部の石油生成設備、2台、メキシコ湾が一番多くて、中西部が2番目に多い生成設備のある場所なんですけれども、はい、そこの投入量が当然ながら増えています。ありがとうございます。それからガソリン、これが、先ほど言いました、なんていうか、需要がいいということですね、うん。ガソリンと流出の需要が良くて、特に流出は輸出がいいということがここに書いてあります。うん、ですから、まあ、景気はいいってことですね。アメリカの景気、やっぱり、そうなんですよ。消費も良くて、景気も良くて、だからトランプさんが支持されると。うん、まあ、皆さん、まあ、なんつうかな、景気が良ければね、うん、政治に対する、あまり不満も出ないし、うん、海外から見ると別です、うん、はい。今後中国の影響が出てくるわけですよね。そうですね。景気が悪かったらトランプさんの、まあ、人気が落ちるんじゃないかなと私は思ってます。うん、ですね。はい。原油投入はこうで、過去最高であります。あ、これは、これからですね。2010年、去年は1660万バレルでございました。はい、今年は1690になると EIA は予想しています。うん、そして来年は1710になると予想しています。はい、今年が最高ですから、来年もっと最高をもっと更新する、うん、はい、ということが EIA が言っております。うん、まあ、アメリカの、なんていうか、原油の需要は調子がいいということですね、はい。その他のニュースでございまして、はい、イラン制裁、これ2段階に分かれてまして、90日と180日の5月に発動し、5月に行ったんですけれども、うん、3ヶ月後と6ヶ月後に
本格的にやるんですね。うん、で、第1弾が今月7日なんですね。はい。今日6日ですね。明日ですね。うん、明日の日本時間午後1時ですか。はい。あさっての午後1時ですね。あさっての午後1時に、例えばイランの、カーペット、イランの、あれ、絨毯がありますね。イランのペルシャ絨毯がありますね。はい。輸入禁止になるんですね、あさってから。はい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 、そうですよね。はい。そういったこと。だから、金属取引が、イランからのものはダメだとか、そういった限定列挙で、その、はい。まあ、いろんなものを、イランに対する細かい石油以外の話が、7月から発動されます。はい。ということで、若干緊張してまして、それで、イランは今、あれはですね、ホルムズ海峡で演習、軍事演習をしてまして、はい、まあ、ローハニさん、穏健なローハニさんが、その、これだったら俺は戦争するよと言い始めたんですよ。こっちに書いてありますね。まずアメリカの方は、ポンペオ国務長官が、12項目の条件を満たさない限り制裁は緩めないよと言ってまして、そして、それを、なんていうか、他のアナリストは12項目ってのはとてもイランが受け入れられるようなものではないので、まず決裂しますよということで妥協することはないでしょうと。で、トランプさんは会うことはいつでも会うよと言ってるんですね、ローハニさんと。ローハニさんはもう、俺は、穏健なローハニさんは、すべての戦争の生みの親になるというようなことを言ってまして、ちょっと過激になってるんですね。はい。ですから、こういったことに、これからどうなるかってのは私はわかりませんが、イランは会談を拒否してまして、はい。あんまり妥協的な雰囲気は見られない。中国もそうなんですけども、妥協することはないですね、こういうことでね。最後のニュースでございますが、はい、韓国はアメリカからの増やすと言ってますね。韓国はイランからやめた分をアメリカから買うと言ってます。インドは、11月からやめると言ってますんですけれども、イランからその分今月7月には大量に買いましたと。イラク、これはイランの隣の国は、今年最大の輸出量になりましたと。西アフリカから来るんですね。アジア向けの原油輸入が多くなりましたと、イランが、インドがイランからの代わりで購入したと言っています。それから、中国のシノペック、先ほど出ましたけれども、貿易摩擦を受けて、米国からの原油輸入を中止すると。一番最大のお客なんですけどね。これをやめます。最後に、サウジアラビアの7月の生産量は、若干減って、ただし、出荷量は多かったということは書いてありまして、これでおしまいでございます。はい。では、今週の予定を最後に。これはね、何もないんですね。はい、何もないですか、ECB は ?ECB ないですね。はい、今月。ヨーロッパ、はい。月報ですからね。これは単なる、はい、はい。これは別に気にしなくても大丈夫ですか、はい、はい。というようなことでございまして、はい、今週の予定は特に、まあ、普通の経済指標の発表があることでございます。はい。ということでございまして、今日はおしまい。はい。はい。ありました。はい。はい。ということで、今日も最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。また来週も、トコムスクエア TV ご覧ください。はい、よろしくお願いします、はい。今日の解説はコモディティインテリジェンスの近藤正夫さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうも。